田島信弘は日本のレーシングドライバー、実業家、石川県小松市出身、国士館大学工学部卒業、通称はモンスター田島。レーシングコンストラクターである IRD モンスタースポーツジャパン自動車ディーラー田島モーターコーポレーションの創業者で2017年現在も代表を務めている。1968年にモータースポーツデビュー。 主にラリーやダートトライアルを得意とし、1996年、1997年、1998年2001年2002年と、過去5回アジアパシフィックラリー選手権の二輪、駆動部門でシリーズチャンピオンを獲得している。また、1983年にモンスターインターナショナルを設立し、モータースポーツに参戦するレーサーの広報支援活動も展開。 1986年には、鈴木と提携して、鈴木スポーツを設立、鈴木の事実上のワークスチームとして、モータースポーツ活動を展開する。2002年には、鈴木イグニスを使用して、世界ラリー選手権、JWRC クラスへ参戦するにあたり、そのチーム監督に就任した。また2007年からスタートしている、鈴木 SX4 を使用した WRC への、 本格参戦プロジェクトの指揮も取っていたが、第11戦後にマシン開発部門へ移動となった。一方、実業家としても評価が高く、自動車ディーラーを複数経営するほか、電気自動車の開発、設計にも参入。スポーツカータイプのマイクロ電気自動車を自社開発、発売するなど、長年のモータースポーツの世界で培った経験と実績を活かして、 次世代の自動車の楽しさを模索している。田島モーターコーポレーションは、ウェアラブルカメラとして、近年人気が高まりつつある GoPro の日本の輸入、総代理店でもある。2013年3月には、電気自動車開発を手掛けるシムドライブの社長に就任した。田島によれば、これは、同社会長の福武総一郎の立っての要請によるものとのことで、 田島モーターコーポレーションの社長を辞任しての就任となる。しかしシムドライブは2017年6月に解散。残存事業は田島モーターコーポレーションが吸収し、再び同社の代表として活動することとなった。モンスタースポーツ SX4 ヒルクライムスペシャルモンスタースポーツ E ランナー田島は1988年から自らが代表を務めるモンスタースポーツを率いて、 アメリカのパイクスピークインターナショナルヒルクライムアンリミテッドクラスに参戦し、1995年及び2006年から2011年まで6年連続で総合優勝を飾っている。2012年以降は自ら代表幹事を務める電気自動車普及協議会がスポンサーとなって制作されたオリジナルのレース用電気自動車 E ランナーシリーズで チームエイプルウィズモンスタースポーツのエントリー名で参戦している。1988年から2001年までと2006年以降は代表の田島自身がドライバーとして出場している。使用する車両は一応市販車の名が完成られているが、実際は全くの別物である。交換スペースフレームに CFRP とケブラ製のカウルをかぶせ、エンジンはリアミッドシップ配置で、 ドライバーズシートは中央に置かれる。車体の前後にエンジンを搭載したツインエンジン仕様となっていた時代もあった。標高が上がって大気中の酸素濃度が希薄になっても十分な出力が確保できるようにエンジンの出力は非常に大きく2008年モデルでは交渉17馬力を発生する。田島のチームは1993年まではツインエンジン カルタスで参戦、1994年にベースマシンをエスクードに変更し、翌1995年には初の総合優勝を果たした。以後も継続して挑戦を続け、最大のライバルであったトヨタとロッド・ミレンが1999年を最後に参加しなくなった後のアンリミテッドクラスでは上昇チームとなり、2006年には エスクードヒルクライムスペシャル2007年と2008年は XL7 ヒルクライムスペシャル2009年から2011年は SX4 で参戦し6年連続の総合優勝に輝いたまた短縮でないコースで初めて10分を切った2012年はオリジナルの電気自動車モンスタースポーツ E ランナーバイクスピークスペシャルで総合優勝を狙ったが モーターのトラブルによりリタイアした。2016年には2016タジマーライマック E ランナーコンセプト1で挑んだが、バッテリーの温度上昇にまつわるトラブルと氷が降るという悪天候で苦戦を強いられ、エレクトリックモディファイドクラス3位で終わった。ありがとうございます。